続いては今週のスバ推しをご紹介します。鈴木さん、今回のお車は何でしょうか？はい、今回のスバ推しはこちらの WRX S4 です。評価書はこちらです。内装、外装ともに星2つ半、総合評価 4.5 点のお車です。それでは詳しく見ていきましょう。スバ推しではこういったスポーツカータイプのお車は初めてですよね。はい、とっても楽しみにしていたんです。はい、かっこいいですね。ではまずはグレードとボディカラーを教えてください。はい、グレードは 2.0 GTS で、ボディカラーはピュアレッドです。 WRX はモータースポーツでも活躍しているスバルを代表する車なのでかっこいいですよね。赤いボディカラーもスポーツカーらしく、他の車とは違った雰囲気でオーラを感じます。ところで小野さん、そろそろ秋を感じる季節になってきましたが、何かしたいことってありますか？そうですね、秋といえば食欲の秋とか読書の秋とかいろいろありますけど、私は今年スポーツの秋を楽しみたいなと思います。そしてコロナ禍なのでドライブでもみじ狩りに出かけてみたいですね。はい、群馬県は上毛三山をはじめ紅葉が綺麗なスポットがたくさんあるので、もみじ狩りにもぜひ出かけたいところですね。そしてこの赤いボディカラーは紅葉にもマッチしそうです。本当ですよね。私はインスタグラムやってるんですけど、紅葉とこの赤いスポーツカー、とってもインスタ映えしそうですね。そうですね、 SNS を見ていると景色とスポーツカーの写真がたくさんアップされていますが、かっこいい車が景色に溶け込んでいて、私もついつい時間を忘れて見てしまいます。スポーツカーのお写真って本当にどれを見ていてもかっこいいですよね。それに今回のお車は後ろに大きな羽のようなものがついていて、写真映えがとっても良さそうです。はい、こちらはメーカーオプションの大型リアスポイラーで、小野さんのおっしゃる通りスポーティーなイメージをぐっと高めてくれます。見た目だけでなく、高速道路などを走っている時でも空気の流れを整え安定して走れるようにする効果もあるので、カスタムパーツとしてもしっかり機能しています。またフロントには STI フロントスポイラーも装備されているので、車全体が空気の流れを整えて高速域でも安定して走ってくれるんですよ。そうなんですね、とっても速そうですが、そうしたインスタ映えだけの装備じゃないんですね。そうですね、かっこいいだけのパーツにしないところがスバルらしいストイックなこだわりを感じます。ところで小野さん、先ほどスポーツを楽しみたいとおっしゃっていましたが、どんなスポーツをしたいですか？スポーツの秋と言いましたけど、ちゃんとスポーツをしたいっていうよりは、こういうかっこいいお車でスポーティーな走りを体感してみたいなと思っていたんです。そうなんですね、それはぜひ体感してほしいですね。そう感じたきっかけはあるんでしょうか？そうですね、番組でラリーの取材をしたりだとか、スバルのスポーツカーに触れる機会が多くあって、スバル車は車自体の性能が高いことが分かったので、お話を聞いているだけではなくて実際に自分で運転してみたいなと思いました。ありがとうございます。例えばどんな道を走ってみたいですか？そうですね、どうせだったらくねくねしたようなワインディングロードを走りながら紅葉も楽しんでみたいですね。いいですね、天気が良ければ最高に気持ちいいと思います。そうですよね、でもやっぱりこんなスポーティーな車、私でも運転できますかね？それに普段は通勤でも使えますし、お買い物にも使いたいですし、やっぱり日常使いを楽しみたいんですが。それでしたらば、今回紹介させていただく WRX S4 はとってもおすすめのお車です。スポーツカーは走りづらい、日常的には乗りづらい、そんなイメージを持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、この S4 は WRX のスポーツ性能と日常使いの両方をしっかり両立させた車なんですよ。そうなんですね、それは嬉しいですが、日常使いではどんな風に使い勝手がいいんでしょうか？はい、 WRX S4 はミッションが CVT で、誰でも運転ができて安全装備も揃っているので、日常的にも使いやすく作られています。なるほど、スポーツカーと言いますとマニュアル車のようなイメージがありますが、こちらのお車ならオートマ車なので、ご家族誰でも運転できるということですかね。はい、そして先ほどおっしゃっていました
ワインディングロードはこれこそ WRX の本領を発揮する道です。なるほど。こちらの GTS はビルシュタイン製のサスペンションを装備しており、ワインディングロードなどカーブの多い道でしっかり路面を捉えて走ってくれます。また AWD による走行安定性で意のままに車が操れますよ。そうなんですね。スポーツカーと聞くと運転が難しそうだなというイメージがあったんですが、この WRX は違うんですね。はい、初めてのスポーツカーでも安心して運転ができます。また最大で300馬力を発揮するエンジンを搭載しているので山道もスイスイ走れます。なんと300馬力とは驚きですね。これなら赤城山もスイスイと登れちゃいそうですね。赤城山だけではなく上毛三山でしたらば晴名山、妙義山、どこを走ってもスイスイ走れるのできっと運転していて楽しいですよ。はい、はい、では車内もぜひご覧になってみてください。はい、では車内を見ていきたいと思います。失礼します。お、すごい。やっぱり車内はスポーツカーといった感じがありますね、はい、そしてこのブラックで統一された感じがとってもかっこいいですね。はい、このブラックの内装は高級感も感じさせますが、赤のステッチが S4 のスポーティーさをさらに際立たせています。なるほど、確かにこの赤いステッチとても合ってますよね。はい、またこちらのアイサイトのカバーが内装に合わせてブラックになっているのには気づきましたか。ここのことですか。はい、通常だとブラックではないんですか。はい、通常だとグレーが多いですね。そうなんですね、はい、じゃあそういった部分でもこう黒での統一感というのは出ているわけですね。そしてこのシートもちょっと硬めなんですかね、はい、それでもしっかり体を包まれているような感じがしますね。はい、このシートは座った時に体を包み込むようになっているバケットシートです。腰や太もものあたりのこちらですね、サイドクッションが高めになっており、運転時に体がずれないようになっております。なるほど、体がずれないと何かいいことがあるんですか。はい、例えば長距離運転をすると気がつかないうちに疲れてしまうことがあると思いますが、それは体が運転中にずれて無意識のうちに踏ん張っているからなんです。なのでホールド性の高いシートは体のずれを少なくして余計な力が入らないようにして疲労軽減してくれます。なるほど、知らず知らずのうちに体に力が入っていたんですね。はい、それにクッションにも秘密があって、小野さんが少し硬いと感じたクッションも疲労軽減に一役買ってるんですよ。そうなんですね、はい、クッションはなんか柔らかい方がいいような気がしますけど、そうではないんですか。はい、実は柔らかいクッションは体が沈み込んで一時的には楽に感じるんですけども、長時間座っていると体重が一部に集中して疲れやすくなります。ですがこの固めのクッションは沈み込みが小さくて体重が適度に分散されるので長時間運転した時に大きく差が出ます。なるほど、それを聞いて納得ですね。シート一つ取ってもしっかりと乗る人のことを考えて作られているんですね。はい、スバルの車は細かいところも気を配って作られているので、たとえスポーツカーでもファミリーカーでも使う人すべてのことを考えて作られています。また WRX S4 はメーカーオプションのアドバンスドセーフティパッケージを装備しており、安全装備も充実しているんですよ。それはとっても頼もしいですね。具体的にはどんな機能があるんですか。はい、アドバンスドセーフティパッケージには狭い道への進入時、すれ違い時の幅寄せに使用できるサイドビューモニターと、後方からの車両の接近を知らせてくれるレアビークルディテクション、対向車を感知するとハイビームを切り替えるハイビームアシストが装備されています。これは嬉しい装備ですね。確かメーカーオプションとおっしゃってましたよね。はい、メーカーオプションは新車注文時に選択できるオプションで、後から付けられないので装備されていると嬉しい装備ですね。サイドビューモニターやリアビークルディテクションは視覚をカバーしてくれます。またバックカメラも装備しているので、バック駐車の際にも後方を確認しながら駐車ができます。そうなんですね、それだけの装備があればスポーツカーに慣れていない私でもすぐに運転できちゃいそうですね。はい、小野さんに限らずどなたでも安心して運転ができる車なんですよ。他には遠出に便利な ETC やインテリアにマッチしたパナソニック製ビルトインナビを装備しています。
またナビはステアリングスイッチから操作ができるので、ハンドルを握ったままボタン操作が可能です。いろいろと話を聞いていたら、だいぶスポーツカーのイメージというのが変わってきましたね。このお車でなら S4 の走りを楽しみながらもみじ狩りも堪能できちゃいそうですね。なかなか遠出はできない時期なので、車と一緒にたくさん写真を撮って今までとは違った思い出を作ってみたいですね。さあ、ではこのお車の詳細をお願いします。はい、2016年式で走行距離はおよそ6万2000キロ、車検整備をして納めさせていただきます。では改めて安全装備について教えてください。はい、ぶつからないための機能はプリクラッシュブレーキ、オートマ、誤発進、誤更新抑制制御がついております。疲れないための機能は全車速追従機能付きクルーズコントロール、車線逸脱抑制、車線中央維持がついております。ヒヤリを減らすための機能はスバルリアビークルディテクション、ハイビームアシストがついております。視覚を減らすための機能はサイドビューモニターがついております。それではお値段をお願いします。はい、消費税込み275万円です。なお諸費用、リサイクル料金は別途申し受けます。今週のスマ推しは2016年式 WRX S4 2.0 GTS アイサイト、お値段は275万円です。さあ、今週はこちらのスマ推しのお車におまけをつけていただけるということでしたが、はい、何をつけていただけるんでしょうか。はい、ボディコーティングのグラスコーティングガードコスメ SP を施工して納めさせていただきます。ありがとうございます。今週のプラスワンはスバ推し6号車です。今日明日ご成約の方にグラスコーティングガードコスメ SP を施工して納めさせていただきます。詳しくはカースポット高崎 027-363-1300 までお問い合わせください。